風潮層目は総使用植物の分類群で風潮層化をタイプ化とするもの。油中、風潮層化などを含むが内容は分類体系によって異なる。クロンキスト体系の分類における風潮層目は以下のトガを含む。なお、新エングラー体系ではこれらを消し目に含めているが、現在では消し化とは縁が遠いことがわかっている。 エペジー2エペジー植物分類体系では、これに他のトガを加えて、油なめと称している。これは、以下の通り、油中と風潮層化は禁煙で、詳細な系統関係はまだ明らかになっていないため、ここでは暫定的に油中としてまとめている。風潮層化、油中、わさびの期化や、新たに加えられたパパイア化、農前破蓮化などは、枯らし油配当体を含む。 これ以外にも枯らし油配当体を含む植物はわずかにあるものの、ほぼ油なめの特徴と言って良い。ありがとうございます。